久保さん。ネットの凄さって、ピンポンしなくていいんですよね。あの、YouTube でいくら動画アップしたとしても、結局その受動的なので、受動的うーんと、お客さんがまあクリックして興味がないとクリックされないので、まあ興味ある人しか来ないんですよね。うん。だけど、ピンポン、まあ僕も昔その訪問販売やってましたけども、いきなりピンポンして、ね、あの今ちょっと、 どのコーナーとかね、まあ。いろんな断り文句はあるんですけど、まあ興味ない人にピンポンしまくるわけですよ。だから、どっちの方が効率がいいの動画を大量にアップする方がいいのか、ピンポン多い。やりまくる方が効率がいいのかっていうと、僕はね、動画を大量にアップした方がいいかなと思いますね。<laughs> それで、興味ある人だけクリックしてっていう話なんで、だから、あの、非常にいいですよね。うん。そう。 なんかあのインターネットってピンポンしなくていいんですよね <laughs> でもなんかあのなんだあのー、結構な割合できますね <laughs> しかもなんか文章が全部まあコピペというか何すかね定型文というか、うん、街中でねすれ違っていきなり買ってくださいは無理ですからね 無理ではないけど結構きついですからね。うん。まあインターネットっていいですよ。いってらっしゃい。